ロート・クラウディア・ベネディクタ・ロートはドイツの政治家。2004年より同盟90、緑の党党首を務める。ウルム生まれ、バイエルン州バーベンスハウゼンで育つ。父は医師、母は司会であった。妹が二人。カトリック教会の洗礼を受けるが、女性の役割に対するカトリック教会の考え方に不満を持ち、離脱している。クルムッハのギムナジウムに通い、 学級委員や生徒会長を務めた。1974年にアビトゥーアに合格して演劇学の勉強を始めるが、1年で中退。メミンゲンのシュバーベン州立劇場で脚本家として働く。ついでドルトムントやウンナの私立劇場に勤める。1982年にはロックバンドトンスタインシェアベンのマネージャーとなるが、2年後にこのバンドは解散した。 1971年に自由民主党の下部組織だったユーンディモクラートンに加入。1987年、緑の党に加入。1985年から1989年まで、緑の党のドイツ連邦議会議員団報道官を務めた。1989年、欧州議会議員に当選。1994年から、同議会で同盟90。 緑の党議員団長を務め、市民の自由、内務委員会、外交委員会、特別調査委員会などに属する、EU トルコ委員会副委員長。1994年には、同性愛者の権利を求める、ロート報告可決に尽力。また、トルコ国内の少数民族クルド人の権利、擁護運動に尽力した。1994年には、イスタンブールに事務所を開設。 トルコの愛は図玉で見る時間に、トルコの人権状況を伝えようとしたところ、売春婦とののしられたため、遺写料を求めて、法廷闘争を繰り広げ、勝ち取った遺写料を、トルコの不人権利用後団体に寄付した。トルコの EU 加盟には賛成している。1998年、ドイツ連邦議会議員に当選、人権、人道支援委員会委員長を務める。 党の婦人政策広報官も兼任。2001年5月9日、同盟90、緑の党党首に選出される。同盟90、緑の党は、連邦議会議員の党首兼任を認めていなかったため、2002年9月の連邦議会議員再選を機に、2002年12月の党首選の候補に名乗り出なかった。2002年より、連邦議会外交委員会委員代理。 2003年の党大会で連邦議会議員と党首の兼任禁止が緩和されたため2004年10月にラインハルトビューティーコーファーと共に党首に選出された2003年から2004年ドイツ政府人権政策及び人道支援担当参与を務める2005年の連邦議会選挙で再選し2006年12月の党大会では66%の得票で 党首続投が支持された。2008年11月にも82.7%の支持を得て新たに選出されたジェム・オズ・デミルと共に党首に再選された。2013年からはドイツ連邦議会の副議長を務めている。2004年6月30日、人権擁護や人道支援での活動を称され、フランス政府よりレジオンドヌール勲章を授与されている。 ありがとうございます。